はいどうもごちょくれいです。エカネン実況をやっていきたいと思います。というわけで今回はあの伝説の松中古い世代が卒業した後からやっていきましょう。はい、というわけで前回ね卒業式ドラフトを等々やっていったんですが、まあその結果はね、ぜひちょっとね昨日の動画をまず見てないよという方はまあぜひね昨日の動画を見ていただければというふうに思うんですが、まあ5名の選手がねプロ入りすることができましたよという形で、全員ねなんとドラフト1位で指名されるという素晴らしい結果だったんですが、まあ当然ながらそれによってプロ野球選手も増えたので、今こういう形でプロ野球選手が今ね一列に3名もいるという素晴らしい形になっております。で今回の動画ではまあ選抜を戦っていきます。はい、まあ何試合いけるかはちょっとわかんないんですが、まあ多分少なくても2試合はいけるんじゃないかなと思いますので、まあそこをお楽しみにしていただければと思います。4いきましょうか。ちょっと3に偏ってるな組み合わせは。お、前評判 D でしたね。何戦だ、盛岡西、盛岡西。お、あーマジか、スケジュール強化指南書、ここね金徳の方もらえる可能性あったんですよね。まあでもかなり低いみたいですけど確率は。ただでもちょっと強化指南書ってなんかもうちょっと例えば特殊能力系のねあれだったらよかったんですけども。お、あー宇都宮くん赤毒消えたけど怪我しにくさが下がったか、そこじゃないんだよな。一歩見てえなー、この1踏みたいところはあるんですけど、まあでもいいや、しょうがない。プロ野球選手マスは1回カットしましょう。で、前評判が D になりましたと。うん、で、一応スタメンだけ、もう1回改めて確認しておきたいと思います。1番レフト石田。はい、1年生の天然サイハダですね。1年生の時からスタメンで使っております。はい。まあこの春のうちにまずミート A は絶対行くでしょうというところと、まあパワーもできる限りガンガン上げていってあげたいなと思ってます。勝ち進んでいけばもうミートパワー AA がこの春のうちに見えるかなと思います。で、松尾くん。はい、松尾くんも、まあオール B にとりあえず多分この春のうちにできちゃうかもしれないですね。一応今練習して多分パワーにしてると思うんですが、まあでもとりあえず選抜のうちは打力にガンガン振っていく形でもいいかなと思ってます。でチャンスで佐田岡が3番と、まあ、ここもね2年生の時からレギュラーで使っております。はい、まあ、特殊能力も含めて素晴らしいので、まあ去年でいう山内くん枠ですね。はい、で4番は塚本と、はい、キャッチャー A の素晴らしいキャッチャーでございます。もうずっと1年生からキャッチャーで使ってきているんですが、うん、まあ打力も非常に申し分ない打力になってくれましたよと。まあ松中君に比べるとねちょっと物足りなさもあるんですが、うん、まあでもこの辺はクリーンアップ、このバランスの良さで勝っていければいいかなと思ってます。そして5番が、ファーストで沼田と、はい、感じになっております。まあ、この辺もちょっと余裕あるタイミングでファーストをメインに変えてもいいかもしれないですね。うん、一応この形は多分、夏も続くと思うので、はい、で、6番に菅原君ですね。ここね難しいんですけど入れ替えようかな。ちょっと石田をセンターにしてみようかなと思います。ちょっと脚力的に考えていくとやっぱ石田の走力 S っていうのが非常に大きいので、でそうだな、レーザービームも結構なんかライトから刺す機会が多い気がするんで、ライトに菅原くんを置いて佐田岡をレフトにコンバートしてみようと思います。まあ外野手は全然どこ守らせても一緒なので基本的には。で7番に矢部くんと、ここずっと9番に置いてたんですが、ここに福岡くんサードで入れたことによって、まあバランス的にこっちの方がいいかなという形で打順をちょっと上げたという感じでございます。まあ、矢部くんも一応メインポジションがまだ保守になってるんですけど、まあショートも守備範囲は一応マックスにはなってるんでいいかなとも思うんですけど、まあ一応最後の夏ぐらいのタイミングというか、まあ4月かな、4月ぐらいにサブポジからメインポジショートに変更しようと思います。で、成田くん S ですね。はい、まあ古市の後エースを受け継いだのはこの成田くんという感じになっております。ただまあやっぱりね古市に比べると能力が微妙かなというふうには思うので、まあこの辺はバランスで乗り切っていきたいなと思ってます。で、宇都宮くんがこんな感じですと。まあ怪我しにくさがいいになったことによって若干見栄え良くなりましたけど、でもやっぱりスロースターター一発が怖いんですよね。あと打たれ強い財布、この3つが怖いので、まあ先発ではなく中継ぎでっていう感じになっちゃうかなと思います。本当は先発させたいんですけどね。で、寺田スライダー5、 V スラが2というスライダーお化けですね。そっか、V スラがついたことによってどっちもスライダーなんだな。いいねいいね。で、大津くんですね。はい、大津くんは外野手で育てる予定なんですが、まあ今現状はこんな感じと。まあ去年のこの松尾枠ですね、代打で使っていきたいと思います。で、大河内くんと、この辺はいぶし銀がついたので、まあ次期キャッチャーとして育てていく選手ですと。で、岩井くんで、荻野、山根、小西と、ここは3年生ですね。3年生か、2年生かっていう感じでございます。まあここはダイソー、代打用意、まあダイソーかな、ダイソーがメインになると思います。ただ、最後1人ね外れたのはこの片野くんなんですが、まあ荻野くんと迷ったんですけど、まあセカンドで使うこの荻野くんを、まあとりあえずは守備力上げれるところまで上げたいなというところがあってっていうところなんですけど、まあでもちょっとバランス見ながら、うん、まあ一戦一戦変えていくのもありかなと思うんで、まあ、この辺はうまく入れ替えながら戦っていこうかなという感じでございます。はい、じゃあ行きましょう。3を勝利しましょうか。よし、盛岡日戦、
盛岡にしはやったことあるかな。岩手代表の相手だと菊池雄星選手率いる学校に当たったんですよね。そういえば地区大会かなんかだったかな。で当たってたんですけど、菅原、矢部、石田、まあこれは石田くんでしょう。おってかミート A になった、いいね、天才いきましょう、素晴らしい。そしたらうん、まあこのままでいいでしょうと。でまあ他もいじる必要は全くないですね。うん、まあ他の選手入れてもいい気もしますけど、相手の評判も評判なんで。でもまあもうこれでいきます。はい、行ってみましょう。さあ盛岡西戦でございます。あ、このユニフォーム菊池雄星選手の学校かな。戦力分析、総合戦力 C。 じゃキャッチャー塚本のところを見ると、あーやっぱそうですね、また菊池雄星選手の学校と当たってる。こんなことあるんだ、地区大会で当たった学校にもう一回当たるっていう。へー、なるほどね。まあ一応ラインナップ見ておきましょう。冬の間にどんぐらい成長してるかっていう感じなんですけど、まあまたここはキャッチャー塚本対決と。で内野くんがクイック C で、肩が C、 早球位、まあいけそうだな、走れそうですね。これ前回当たった時見逃したんですけど、銀次選手ですね。はい、これがまだ1年生か。じゃあ銀次選手と菊池雄星選手が同い年なんだな。まあその辺が3年生になった時は、まあ、脅威になるかもしれないですね。で、まず急成長使っていきましょう。で転がせと、レッツゴー。まあまず先制点取りたいな、負ける相手ではないはずなんで。まあそもそも1回勝ってる相手なんでね。多いよ、おーしゃ、ナイス戦、よく見た。先頭フォアボール、うわー、マジか、先制された、マジか。福岡君からんな、そうか、久々に2点も先制されたな。おお、お任せにしたら送った、切れたか、あー打ち上げちゃった、ふー、まあ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 、まだまだこれからですよ、大丈夫大丈夫。おー点が取れない、ツーアウト一塁、とりあえずランナーに出てくれ、流しにしようかな、とりあえず出塁、おし、ないバッチ、いいね。ミート流し打ちを使っていくことによって特殊能力、まあ、流し打ちかながついてくれることを願います。まあ、あとは強振で流し打ちしてホームランとか出ると広角がついたりもしますが、うん、ここは得の、ここはまだラッキーボーイ使わないかな、引っ張りかな、引っ張りでいきましょう。あー惜しいな、惜しい、とりあえず点を、あー打ち上げた、落としてくれ、やばいな、5回で2点ビハインド。まあまあまだまだこれからっすよ。ワンアウト2塁、頑張れ成田、頑張れ、いいよ、ちょっとスタミナ上げとくか、すごく励ます松野くんのを使いましょう。よし、で低め中心、よし、オッケー、打ち取った松尾、オッケー、この回もう追加点はやれないんでね、切り抜けましょう。よし、低め中心、頑張れ、よし、内角、うわー歩かせた、もったいない、追い込んでたのに。わー4番のツーランホームランで先制されたのか、頑張れ。で待って、打率7割1分4厘ってバケモンすぎるだろ。よし、7割って、おー落ちとったけど、オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケー、おー1点返した、よし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 、来た来た来た、どうやって1点取ったら、一応見ておきますか。おー矢部くんのホームランだ、ナイス、いいね矢部くん、素晴らしい。どうしよう、まあとりあえずお祭り使うか、お祭り使いましょう。でランナー成田か、ダイソーで勝負いってもいい気もするけど、球数がどうかだな。まあ、まだ92球か、もうちょっといってほしいな。後ろのピッチャーがあまり強くないことを考えると、しかも盗塁1だしな。送りっていう選択肢もある、次石田だから、ちょっと1球待ちましょう。わあそこ入ってんだ、とりあえず流し、なんとかランナー進めたいな。 OK、 あー最悪、走れ走れ走れ、うわ最悪のゲッツーでしたけど、まあでも次1番から攻撃できるということでプラスに取られていきましょう。うわそこ、ここで菊池雄星選手が出てくるか、なるほどね、引っ張り、いやもう一発狙うか、ちょっと頑張れ石田、頑張れ、うわーミート打ちに変えます、頼む、いやー打ち上げた、マジか、痛いな、
頑張れ、なんとかなんとかチャンスを。おーしよしよし、ワンアウト2塁、来た来た来た。そしてチャンスで佐藤岡ですよ。お祭りもちろん使います。流しかな、流し、頑張れ、頼む佐藤岡。 OK、 きついな頭超えないかそれ。頑張れ塚本、頑張ってくれ。いやもうお任せにしよう、お任せ、もう全部任せる。いやーマジかー、こういう場面強いイメージ強いんだけどな塚本。やばい、あと1回しかない。ちょっと待って、1回戦負けはやばいぞマジで。1回戦負けはいかんって本当に。ちょっとで変えますか、宇都宮君いってみよう。左出し、ホームラン打たれてるんだね今日ここまでで。クセモノ使って低め、てか相手が裏攻撃か、相手が裏攻撃はちょっとやだな。よし、ゲッツ 4! おお、ギリ間に合った。今間に合わないかと思った。よし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 、いよいよ今のアウトは1個大きい。よし頑張れ宇都宮君、頑張れ。よし OK、 やべ1つ、よーし OK、 二遊間でアウト2個取った。さあ最終回なんとかしよう、沼田から守ろ守ろ。おっしゃ来たわありがとうございます。いやもう使うものは使います、当然ながら。流し OK、 超える、よーし、守る関係なかったっすね。おーしよ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 し、しっかりヒットを打っていく。 OK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 、 よいよいよ、とりあえずチャンスを作った。そして菅原広角ついた、広角ついたので流しですね当然。ここは送るって選択肢もあったけど OK、 ナイワチ、よい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 よ、走れ走れ走れ、おー惜しいな。ここで矢部くんか、三振だけはやめてくれ頼むぞ。ただチャンスいいなんだよな、しかも対左もいい。わあスクイズ行きたくなるなこれ。まあでも犠牲フライ、とりあえず犠牲フライ、うわ入ってんのか。頑張れ矢部、とりあえず追いつこう。OK、 あー切れた、頑張れ矢部くん頑張れ。おーしよ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 し、頼む、 OKOKOK、 よーしよ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 し、魔物は使いながらもしっかり打って同点に追いつく、素晴らしい。よし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 、 OKOK、 いよいよ、まあ別に実際魔物使ったからっていう感じもなかったですね。まあいいいいいい、 OKOK、 使おうか使わないが点が取れれば OK です。ここは大体大津行きましょうか。よし、そしてクセモノを使います。頼む、引っ張り、うわーいい球だな、頑張れ頑張れ大津。いやー早いな、なんとか出てくれ。おし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 、走れ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 、うわー甘いなー、うまいなー。ここも大体いけます。福岡に変えて小西ですね、小西を使って脚力で何とかしてもらいましょう。引っ張り引っ張りでいきましょう。いやーいい球だなー、当ててくれ、バットに当ててくれ小西頼む。でも打率悪くないんだよな小西も。いやーマジか勝ち越せない、ここで勝ち越せないのは痛いな。松野くんからいきますか、もういいピッチャーからいきましょう。点取られたらさよならなんでね。低め中心、よしよし、やべ、よし、ちょっと待って、守備位置入れ替えてない、入れ替えましょう。ちょっと待って待って待って、小西を、小西をスタートになってるんで今、小西のファーストは適正につけたんでこうして、うんこれですよ、よしで内外角かな、よし。いやー初戦からいきなりすごい試合になりそうだなこれ。 OK、松野しっかり行こう、よーし OK、 いよいよ素晴らしい。さあここ打ち取ってファイトを温存したままもうちょっと行きたいな。だって伝令延長戦になったら増えるんで使っときましょう。とりあえずスタミナだな、スタミナ上げてあと1回だよな。まあいっか、とりあえず1回は残しておこう。よし OK、打ち取った佐藤岡、佐藤岡しっかり
よーし、ちなみに今1個余したけど、延長戦で1個増えたら2個になるのかな、それとももう増えないのかな、それ以上は。ちょっとそこも含めて検証しましょう。石田君から、いやもう一振りで何とかしてくれ天才、本当に頼む、頑張れ、頼む天才、天才頑張れ、オッケー、ナイマッチ、素晴らしい、よーしよ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 し、オッケー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 、いいよ。したらもうここ走るでしょさすがに。アキボイ使って、初球はちょっと怖いけど、ちなみに菊池雄星選手のクイックは D、 いけるだろう、うん、行きましょう、頼む、走れ、決まれ、ナイスラン。まあちょっとウエストされてどうかなっていう感じでしたけどね。でもウエストというかストライクだったのか今の、でも完全警戒しましたもんね。まあここはセーフティーだな、ここはセーフティー行きましょう、バント丸持ってますからね何せ、うん、行きましょう、決まれ、うまい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 、走れ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 、よーし取れた、よーオッケ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 ー、菊池雄星選手まさかのミス、オッケーオッケー、これは大きい、いいね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 、素晴らしい素晴らしい、よーし、やっと逆転できた、やっと逆転できたわ。佐藤君いきましょう、流しかな、犠牲フライ1、いや1は怖いよな、流しでいきましょう、オッケー、超えろ、よーし、ナイマッチ、チャンスで佐藤がさすがです、信じてよかった、オッケーオッケー、あピッチャー変わったな、あー塚本うまい、松中さんみたいにチャンス下がらないでほしいな、オッケー、超える、超える、よーしよしよしよし、待て待て待て、無理か、無理だな、オッケーオッケーオッケー、ストップストップ、よーしよ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 し、いよいよ、そして菅原くん、菅原くん代打出そう、うん、岩井くんいるから、そしたら代打山根でいきますか、代打山根、よし、で究極の思考か使って、スクイズもありだけどな、引っ張り4信じますか、ライナーか、中途半端な当たりだったな、惜しい、で矢部くんか、ちなみにあそっか福岡下げちゃったんだよな、福岡がいたらショート福岡でっていう選択肢もあったんですけど、矢部くんしかショートもいないはずなので変えられないな、まあしょうがないっすね、うん、いいでしょう、そしたらダイソー、あーまあいいや、うん、まあいいや、行きましょう、矢部くんには引っ張りかな、引っ張りていきましょう、抜けろ、よーし、ナイマッチ、いいね初球打ち、おーしょ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 ー、オッケーオッケーオッケー、ナイス、やべ、いいよ、そして松野くんか、まあ1イニング継続なんでファイト使って、まあさすがに松野を下げるわけにもいかないんで、ここを打たせましょう、流し、頑張れ、自援後、あーどんまい、まあしょうがない、したらそうだな、どっか入れ替えれるところは入れ替えましょう、山根をとりあえずファーストで、まあ守備固める形に、あーでも早急いいなのか、この子も、この子も早急いいか、松尾くんのセカンドの早急がいいなんですけど、そこを固めようかなと思ったんだけど、まあいいや、最後の最後の瞬間だけにしましょう、とりあえずツーアウト取ったら変えます、あーで伝令は1回しか、でもやっぱ増えないですね、延長になったら増えるけど元の回数が残ってる場合は増えない、だやっぱ使い切った方が良かったっすね、あそこで、よし、とりあえずワンアウト、オッケー、素晴らしい、いよいよ、さああと2つ、初戦突破まであと2つ、いよいよ、頑張れ頑張れ松野、オッケー松尾、よーし、オッケー、さああと1個変えましょう、ここでもういろいろ入れ替えます、まずピッチャーを寺田に、そして守備を、守備をですね、もう塚本も全部変えます、よし行きましょう、まあ、伝令があと1回か、そしたらもうここを塚本のすごく盛り上げるで増やしておいて、よし OK 頑張れ寺田、あと1個だ、 OK、まあちょっと苦しかったけど、なんとか勝てそう、いきましょう、オッケー、よーし、よかった、苦しい展開をなんとか制して初戦勝利、ありがとうございました、オッケー、いやーない、
まあいい試合でしたね。うん、まあ一応一回勝ってる相手だったんでサクッと勝てるかなとも思ったんですけど、なかなかに苦戦しましたね。というかまあなんだろう、ヒット15本打っててこの試合なんで、結構やっぱまあヒットの数とか見るとね、こっちが圧倒的に押してるんですけど、まあでも厳しい試合だったな、苦しい試合だったなっていう感じです。まあ矢部君に1本出たのが嬉しいかなと思います。うん、 OK です。でまあやっぱり甲子園さすがですね、能力も上がり幅が大きいです。はい、沼田君ミート B 乗りましたね。で松野君球速148、お成田も150乗ったね、151、いいですね。で松尾君パワー B になりました、いいねいいね。うん、矢部君もパワー C になってるし、佐田岡も総力 B、 いいね。全体的にやっぱり2ぐらいはスタメンは上がるなっていう印象ですね。うん、でスタメンで使った福岡君も総力3つ上がりしてるし、 OKOKOK 素晴らしいです。さあこれでまあとりあえずちょっと今回この試合長くなっちゃったので、まあ一旦ここで切ろうかなと思います。はい、ちょっと本当は2試合行きたかったんですが、まあ、初戦まさかこんなに苦戦するとも思わなかったんで、次回2回戦からやっていく感じにしたいなと思うんですが、評判見れるかな。とりあえず3行きましょうか。3行って道の子の大砲いいね。さあ相手の前評判はお C ですね。多分初対戦の相手になると思うんですが、広島代表かな。春の甲子園、うちはどこだ、覇王高校、覇王高校、あいた左上か、左上から来て、あーやっぱ広島代表ですね。あ、しかも君津商工に勝って上がってきてるんだ。いや絶対強いじゃん。君津商工というのはあの古市松中世代が敗れた相手なんですけれども、わあでも君津商工とやりたかったなとも思いながら、その学校に勝って上がってきてますからね、間違いなく強い。しかも君津商工って長嶋さんたちがいたチームなんで、しかも2年生だったから多分残ってるはずなんですよね。そこに勝って上がってくる学校なんで、まあ間違いなく強い。他のトーナメントもちょっとチラッと見ていきますか。クス水産に次当たるんじゃないですかみたいなコメントもあったんですが、クス水産真逆でしたね。多分決勝まで当たらない感じです。あとはよく当たる学校で言うと、そうだな、まあいないかな。まあ岩手が盛岡西が来たので、ダルビッシュの学校とも当たらなかったですし、うん、まあそろそろ大阪の泉高校とかとやってみたさもありますけどね。でもやっぱ横須賀西高校とかちゃんと上がってきてますね。横須賀西は菅野選手がいた学校だったんですけど、うん、ああでも芦屋第一負けてる、野須学園、あ野須学園負けてるわ。はい、まあそんな感じで、まあまあもう本当にね、何度も何度も甲子園出てるんで見慣れた名前も増えてきましたが、まあ次回2回戦から戦っていきたいなというふうに思います。ちなみに春は2回戦準々決勝準決勝決勝なので、まあ多分次一気に多分もしかしたら3試合とか行って、その次の動画でも選抜的に決勝とかにするかもしれないですね。なんとか春の選抜は、うん、これプラス2本ぐらいで収めたいなっていう風に思ってるので、まあ次回かなり試合盛りだくさんな回になるかもしれませんが、ぜひぜひね、まあまずはこの激戦勝利にね、高評価チャンネル登録押していただけると嬉しいです。はい、まあ土日もね、しっかり栄冠内アップしていきたいと思っておりますので、土日の栄冠内の実況も楽しみにしていただければという風に思います。で前回ですね、松中古市世代が卒業してプロ入りした選手のねパワーナンバー公開しているんですけれども、まあ本当にたくさんの方にダウンロードしていただきまして、まあパワーポイントを本当にがっつり集めることができました。はい、なのでまたアイテムもね、いろいろ買っていきながら覇王高校の強化に使わせていただこうと思います。うん、この辺のアイテムとかね、かなりガンガン買っていきたいなと思っております。まあグラウンドの設備は整ったんですが、まあいつ壊れるかもわかんないので、うん、まあその辺も含めてメンテナンスしながら、うまくパワーポイントの方も使わせていただきたいと思いますので、まあ前回のダウンロードまだしてないよって方はね、ぜひね選手ダウンロードをして覇王高校にポイントをぜひいただければというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。